6号艇中村佳生選手です。よろしくお願いいたしおま願いす。します。さて、輸出を決めましたけれども、今節ここまで船橋の仕上がりについてまず伺えますか？そうですね。全体的にバランスが取れて、なんか自分の思うようなレースができてます。中でも一番気に入っている部分などはありますか？ですね、回ってから、そうですね、スリットぐらいまでが、なんか、押していってくれてるから、なんか、その辺が一番いいですね。乗り心地とかはいかがでしょそうですね、初日良かったんですけども、2日目、昨日がですね、少しちょっと悪いなと思ったから、ちょっとペラを叩き直して、で、また元に戻りました。準優勝戦は問題なかったというところでしょうか。明日優勝戦日なんですが、作業の方はどういう形になりそうそうででしょうすね、か？天気見て、もう一度、コースもあるんですけども、6号艇ですから、その辺を、考慮しながら、ペラ調整しながらやっていきたいと思ってます。6号艇ということですが、コースはいかがいたしましょうか？そうですね、様子伺いには行くと思います。ありがとうございます。それでは今節スタートに関してなんですが、見え方いかがでしょそうですね、良かったり悪かったりですから、う？明日はしっかりスタート踏み込んでいきたいと思います。では最後にファンへメッセージをお願いいたします。この年になってこれまで来れたんで、明日は精一杯頑張ります。よろしく応援してください。